越後金丸駅は新潟県岩船郡関川村にある JR 東日本米坂線の駅です。今回は以前に訪れた越後金丸駅の夜バージョンを撮影します。まもなく到着します。まだ明るい夕方の越後金丸駅です。夜モードに突入した越後金丸駅です。駅名標もほとんど見えません。駅舎の明かりだけが方向と周りを照らしています。こちらからたまに走る車のヘッドライトで明るくなります。カエルの鳴き声が夏らしさを感じさせます。もうこの先は明かりがなく、視界が闇に覆われます。
なぜかホッとする待合室です。この坂町方面の20時7分の終電で帰ります。こちらはトイレです。月が綺麗な夜です。街灯の薄明かりに漂う荒川からの霧が流れてます。昼はけたたましいだけの車ですが、通るたびに少しホッとしますね。夜の一人歩きは車からはどう思われるでしょうね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。